草丈30から100センチ以上。開花時期7から10月。分布日本全国。海外ではアジア、主に中国や朝鮮、東ヨーロッパなどにも分布しています。日当たりの良い場所を好み、野原や道端などで普通に見られ、花は黄色く花穂に多数咲かせます。実は独特な形で棘を持ち、言われるひっつき虫として知られています。まず前回の水引きからご覧の方は、あれと思われているかもしれません。名前が水引き、しかも白い花の方と名前が似てる。そうです、同じ水引きという名前です。水引きの白い花は金水引き。そして今回は金水引きです。金と銀の違い、ややこしいですね。種類も別で、水引きは縦か、金水引きはバラ科に属します。名前の由来は、水引きと花の付け方や花穂が似ていて、黄金色の花をつけるところから金色の水引き、金水引きと名付けられました。まあいろいろ思うところもありますが、でも日向に咲く花は日の光を反射して、花の周りも私の気持ちも明るくしてくれます。金水引きは薬草として利用されて、乾燥させた前草を煎じて止泻薬や整腸剤、冷ました煎じ液で口内炎や不在薬、また布に浸して湿疹やかぶれにレイシップ。食用としてはわかめを和え物、おひたし、天ぷらなど、毒性や副作用もなく、前草そのものに止血効果がある。と他にもいろいろとあり、今回改めて調べてみて、びっくりの優れものです。そういう意味では金水引きもありがたい、嬉しい野草ですね。